演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミニストップの焼き菓子をまたいろいろ買ってきました。はい、今回はロールケーキとかコーンとか前回食べられなかったものをいろいろ買ってます。あ、パイ、いちご、レモン、塩レモン、こっちもレモンですね。ではまずはこの沖縄パインロールケーキから食べていきたいと思います。どんなんだろう、気になるの。おっと、ご丁寧に包まれてますね。これちょっとベタベタしますけど、ではパインの香りしますね。これは美味しそうです。ではいただきます。これだけ果汁が効いているロールケーキって初めて食べるかもしれません。すごいですね、ミニストップ。3種類のロールケーキがふんわりとした生地を噛むと、それぞれの果汁の甘さが口の中に広がりていました。甘さじゃないわ、甘酸っぱさです。いちご、パイナップル、レモン、どれも個性豊かで美味しかったです。個人的にはパイナップルが一番好きました。パイナップルのロールケーキってあんまり見ないですね。で、レモンのチーズコーンはちょっとスコーンの生地がパサパサしていたのと、チーズもレモンちょっと弱いかなと思ってしまいました。ロールケーキのレモンが美味しかったので、もうちょっと一押ししてほしかったですね。チーズも食感もあったのですが、もうちょっと風味も口の中に立った。では続きましてはこちら、ラスクやビスケット、クッキーなんかを中心に買っています。ではまずはこちらのホロホロボールクッキーからいただきますね。真っ白で綺麗ですね。でも中身割るのは難しいですね。ではこのままいただきます。ふんわりとさっくりと分け合うのにもいい、ちょうどいい大きさ。みんなで一緒に、一人でも。2種類のクロワッサンラスクは、ラスクだけでサクッとした音はあるんですけど、ちょっとしっとりとした部分もあって、思ってたのはちょっと違うかなという印象でした。シュガーバターの方はバターの香りもしっかり口の中に広がりますし、チョコの方はちょっと苦めのチョコ、大人向けチョコが口の中で広がったりしましたね。ただそれでもやっぱり思ってたラスクと違うかなと思います。で、ホロホロクッキーは一口入れた瞬間にサクッと程よい感じで音とともに口の中で崩れていって、アーモンドの甘さが口の中にふわっと広がってとっても美味しいです。周囲が白で綺麗なのも良かったですね。そして蜂蜜レモンビスケット、あれはちょっと甘さが足りなかったかなと思いましたね。レモンの方がちょっと強くて、蜂蜜の甘さはちょっと控えめになって、甘いビスケット、甘すぎないビスケットは好きな方にはいいかもしれません。ただレモンにしてもそこまで強烈でもなかったので、ちょっとつまみたい時、疲労回復にはいいかもしれません。そして一口サイズのチョコアンパンは意外と生地がしっかり弾力があって、中のチョコが濃厚で大人向けのチョコレートでしたね。なので甘いチョコパンを求めるとちょっと違うかなと思いますが、全体に苦めのチョコが好きな方にはおすすめできます。というわけで今回はミニストップの焼き菓子9種類を食べてみましたが、9種類あるので一番好きだったものだけを発表します。自分が一番好きだったのはやっぱり最初のパインロールケーキで、こちらの点数させていただきます。一番最初に食べたということもあるのかもしれませんが、やはりパインの味はすごく口の中で印象に残ってるんですよね。あの甘酸っぱさはなかなか出せないと思います。本当にすごい。しかもミニストップはやっぱり行く機会があまりないのですが、だからこそこういう一期一会を大事にして食べられる時にしっかり食べていきたいと思います。ではひまわりや国に咲くのに時期知らず、ひまわりのような笑顔、周囲に振る舞いていきたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてもしよろしければ動画を広めていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。